はい、皆さんこんにちは、にしえです。今日はですね、なんだっけ、プラモモードね、やっていきたいと思います。名前忘れてたの、なんだっけな。あれ、聞かない。ああ、そっか。左スティックじゃないと聞かないんで、今度難しいバージョン。これはヒントとかなしなのかな。うわ、細かいな。部品細かくないか。どこ。これはちょっとわかんないね。でもこの辺な気がするんだけどね。でもノーヒントだね。あ、ここなんだ。はい。これはなんか、この辺なの。これは何？あ、これ、ここ、わかんないね。ヒントないと。連結だよね。これなんだ。あ、これなんか、ここで。次、台車。うわ、わかんねえ。あ、これでいいね。これ、この辺じゃない。こっちですか。あ、ここなんだ。あ、すいません。ちゃんと向きがあったね。ここなんだ。はい。これは簡単だね。こっちか。はい。次。27号機カブ。うわぁ、この辺か。N ゲージだと僕も EF66 持ってるからあれだけど、確かに車輪がね3つついてるよね。これが、あ、いいんだ。あの台車、床下のあの四角い台車ね、先につけない方が良かったんだ。今の何だった？あ、2分。まあ、優しいからやると簡単だね。これは、あ、これメーター、スピードメーター。で、これ。これなんかヒントあるね。あ、ここなんだ。これブレーキだ。ここ？どこだ？ここか。え？ここか。え、どこ？これはどこだ？あ、ここなんだ。あ、わかりづら。レバー。レバーはここで。あれ、これ回転できん、あ、ここか。はい。ちょっとわかんない。わかりづらいのもあるね。次。ああ。こう。え、あ、こうか。え、どういうこと？ヒントがない。赤くなんない。ヒント。ヒントない。わかんないね。一回乗る？あ、ここ。赤くなんだ、やっぱり。でも、椅子がこうだから、こうはないよね。こうだよね、やっぱり。ヒントないんだ。ヒント。まあ、こういうふうにね、ヒントも見ることができます。どういうこと？これって。でも、こうしかないよね。あ、ここなんだ。椅子が右側に来ればいい。2分14秒か。
わ、また細かい部品だな。え、これライトじゃない？はい。あ、これは簡単。あ、間違えた。まあいいや、こっちでいいや。これはここだよね。これ向き逆。はい。はい。これは運転台だから。あれ、もしかして、運転台先につけなきゃいけないのかと思って。え、これなんだ？上だよね。多分上だと思うんだけど。ここだ。これ何？あ、ここなんだ。これで顔ができました。結構長いな。ここだよね。あ、これでいい、ね。これでいいんだ。まだある。これはこっちかな。おう。はい。これが向きをね、気にしなきゃいけない。これはどこだ？後部内装って言われてる。え？これ、それでそうだ。ここじゃない。赤くなんない。ダメだ。これから。あ、これ。え、なんで？でもこの向きしかないよ。あ、難しいな。なんだ？あ、こっちか。こっちなんだ。これは、これはこっちか。え、この、あ、これはあれか、こっちか、あっちだ。で、これで、OK。2分、やっぱ2分かかるね。難しいね。あ、結構あるね、クリア。30分くらいかかんじゃん。これは、ここか。OK。あ、これ簡単。これかな。ここじゃない。こっちだ。これはこっちかな。こっちなんだ。これはあっちだ。まあ、本来はね、こんな簡単にサクサク作れるもんじゃないと思う。いや、そうなんだ。はい。次、上部。パンタグラフだ。え？あ、ここなんだ。これ、この辺じゃないの？こっちか。あ、こっちなんだ。うん、え、パンタグラフね、N ゲージで壊すとめんどくさいんだよね。値段は安いんだけどね。でも部品がないとね、また辛いんだよね。どっかで見た方がいい。平池じゃないけど、なんかあるよ。でもこういう風にできてるんだね。ああ、なんかこれ難しいな。
これ、なんかこれなんかどっかで見た気がするんだよ。ここか。ここ？ああ、ここなんだ。これは、これ。あ、どこでもいい。まあ、どこでもいいってわけじゃない。はい。で、これは何でしょう。あ、あ、さっきの。たっ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 て。あ、でも1分12秒。あ、今度コンテナ組み立てになる。あ、これは簡単だね。比較的イメージが。あ、向きが。はい。これは、こいつ嫌だ。これ向きが。OK。27号機。え、コンテナ、全体。え、これどうやってやった？ああ。はい。なんだこれ。ホーターじゃどこか、ここか。あ、こういう風に置くんだ。え、これ何？ああ、連結器じゃないけど。あ、これなんかどっかで見たことある。ここに使うかい。コンテナ。どこでもいい。はい。これは簡単だね、比較的。はい。39秒で終わった。今、まだあんだね、結構。10分ぐらいかかるね、これね。これで車輪。え、どこにつける？車輪？でも、ここしかないよね。あ、ここ？まさか。でも、線路の上に、ここなんだ。また微妙なとこだね。端っこか。なんだろう。でも、ここか。連結か、こっちか。もう、そっか。あっち側は連結器ついてるから、つけなくていい。これは何？ああ、これ。これをこうやってつけた。あ、柵をつけた。木だ。あ、ここに木を置くんだね。これは河川中だから簡単だね。簡単だねとかって、全然簡単じゃない。線路。あ、これ比較的簡単。はい、28秒ということで。あ、で、これでね、撮影ができますね。まあ、こういう感じで、はい、移動ができます。こういう角度で、コンテナをね、こうやってね、眺めることもできます。で、ボタンを押すと撮影もできる。で、青空が広がっております。で、カメラを回転。まあ、こういう感じですね。はい、ということでね、何分やりました？あ、14分やったんだね。じゃあ、この辺でね、終わりにしたいと思います。あんまり長くなっても嫌ですからね。じゃあ、次はこれの難しいバージョンね、やっていきたいと思います。ありがとうございました。